ブブトレインジム。ブブトレインジムは、マッコイによる、鉄道運転シミュレーターのフリーウェアである。一般的にブブやブブと略される。マッコイによる、同ソフトの公開は2000年2月から始まり、様々な試行錯誤を経て、現在に至る。画像処理などでは、独自のプログラムを用いた、電車で号などの市販品に劣る部分もあるが、 逆に一定の知識があれば一般ユーザーにも理解できるものであるためにユーザーがプログラムに則っ,った独自の鉄道路線を作ることができる。また、開発者自身もユーザーの路線作成の便利を図る様々なプログラムを作成した。例として部部本体を起動せずに路線のプレビューが見られるプログラムや車両の性能を操作できるプログラムなどがある。 これらが人気の大きな要因となり、多くのユーザーが様々な路線を作成し、インターネット上で公開するようになった。こうしてブブは2003年あたりから鉄道ファンの中で知名度が徐々に上がっていった。旧称は、ボーソービューエクスプレス、ボーソービューエクスプレスであり、この名称は JR 東日本255系電車の愛称である、ボーソービューエクスプレス。 暴走ビューエクスプレスの暴走と暴走を思ったものである。現在は誤解を生みやすい、また英語表記ではどう発音されるかわからない、暴走ビューエクスプレスのイメージを悪くしてはいけないという理由でブブトレインジム、ブブトレインジムに名称統一されている。ブブ一公開の4年ほど前から制作されていたが、この頃はまだ公開はされていなかった。 1996年 n 8 8ベーシックで制作されたのが始まり。まだこの当時は河川柱に見立てた枠が後ろに流れるだけのものであった。1997年にクイックベーシックに移行。1999年にはビジュールブシックで Windows に移植する。最終バージョン1 2 2 2 0 0 0年11月2000年2月に公開。 ブブ2以降とは違い、試験モードとフリーモードがある。また、ファイル形式がブブ2とは異なる。現在は公開されていない。最終バージョン2.62004年3月、2001年2月にブブ1のバージョンアップという形で公開された。路線ファイルやストラクチャファイルが新形式となったほか、音声関連や車両の挙動関連など、 多数の機能追加、改良がなされた。部分が公開された現在もダウンロード可能である。しかし、ダイレクト 3D の関係上、Windows Vista 以降では動作しない。ベータ版で公開停止、2003年9月に試験公開されたバージョンである。しかし、抵抗制御の再現に失敗したため、1ヶ月も経たずに公開停止された。最終バージョン。 4.2 2005年5月。2005年1月10日に正式版が公開。保安装置をプラグイン化したことで自作が可能になり、私鉄の ATS や ATC が再現できるようになった ATO による自動運転も可能。また、ケーキとサウンドのコントロールもできるため、モニター装置などの別の用途も工夫次第で可能である。しかし、スペックの低い PC では、 動作が不完全な場合がある。現在もダウンロード可能である。しかし、ダイレクト 3D の関係上、Windows Vis 対抗では動作しない。他の新機能は、以下の通り、開発中、最新バージョン、5.7。2008年7月10日に評価版が公開され、2011年9月5日に、正式版が公開。このバージョンから、名称が、ブブトレインジムから、 ブブトレインジングに変更された。ブブ4以前で使用していた API がダードックス10でサポートされなくなり、ビスタイコでの動作は基本的にできなかったが、ブブ5では別の API を使うことでダードックス10以降にも対応し、Windows ビスタイコでも動作するようになった。公文が一新され、以前のデータが一部を除き使用できなくなったため、ブブ2.4用のシナリオを ブブ模様に変換するコンバーターが公開されている。また、ブブ4に以前と比べ設定項目が高度化、複雑化しており、より再現性が向上した一方で、シナリオ制作の難易度も上がっている。また、以下の機能が今後実装予定となっている。ただし、上限数は現在の最新版の数とする。ブブ3は省略。これまで市販されてきた多くの鉄道運転シミュレーターは、 反差な運転規則などを省き、多くのユーザーに受け入れられる、要娯楽性の向上を目指していた。特に、電車で Go はその傾向が強く、多くの鉄道好きや一般ユーザーの心をつかみ、2000年前後の大ヒットの大きな理由となった。しかしながら、ブブトレインジムの開発者であるマッコイは、電車で Go が採用していたテクスチャ付きのグラフィックには憧れていたものの、 現実の運転規則と大きく異なる点が数多く、あること対しては不満を抱いていた。そこでブブは実際の鉄道車両運行上のルールをプログラム上できる限り再現することでリアリティの高い運転環境のシミュレートを目指し、ある程度実現に成功した。また路線データを制作、配布できるのがソフトの発売元のみに限定されている市販のソフトと異なり、 ブブの場合は各ユーザーが自分でデータを制作、配布する子ができる。それにより、ユーザーが積極的に自分の好きな路線を作成して、インターネット上で公開するようになった。また、ユーザー同士の路線作成手法の交換や、各人が作成した路線の品評なども、各種電子掲示板などを通じて盛んに行われるようになった。ブブは単なるゲームにとどまらず、ネット上で、 一大コミュニティを築き上げた。一方、著作権に対する無理解や、ユーザー間でのガイドラインの策定が、後手に回ったことで、データの無断転載をはじめとするトラブルが、頻発するようになってきているのも事実である。それらが当事者だけの問題にとどまらない場合も、増えており、広範囲で、データの公開中止措置が取られる事例もある。また、近年、動画投稿サイトで、 運転動画が公開されることもあるが、車両を暴走させるといった、運転方法やデータ自体の改変など、制作者の意図しない、使用例、または方法を公開することによって、制作者の心証を害するケースも見られる。一部の PC では、動作が不完全な場合もある。スペックによっては、路線データそのものが読み込めない場合、 グラフィックボード等の相性やスペックの問題から、オブジェクトや画像が透過されない場がある。また、ダードックス10対応の一部のグラフィックボードでも、オブジェクトが透過されない場合がある。また、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10では、OS 本体に内蔵されている、ダイレクト 3D の使用上、部分 b 2 4は、動作不可能となっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。